ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい。今日という日をね、迎えられて、このビームをかけられて、もう感無量でございます。ありがとうございますということで、ともともちゃんのコーナー、恒例のメンバー紹介のコーナー、今日はですね、12周年ということで、みんなのことを紹介していきたいと思います。気合入れていきましょう。ゴー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 。すごいな、さすが。もうほとんど座ってますね。止まらない、止まらない。今日はね、配信強いね。強いから配信に強いともぞうですね。まずは、はなちゃん。一番だったら一番軽い可能性もあるよね。そうかもね。そうかもね。音楽の才能にあふれているのに、努力も決して怠らない、そんなスタイルを12年間続けてきた強者兄さんですが、音楽に力を注ぎすぎて、それ以外のことがおろそかに。少し前までは、明日のことはわからない、今日の予定しかわからないと言っていましたが、最近は今やってることも忘れちゃう、配信してることも忘れちゃいそうと言っていました。やばい、配信してることは忘れない。はなちゃん、今配信してるの分かりますか？むっかー。分かってますよ。むっかー。だってこんだけカメラあったら配信されとるがね。言ってたもんね、でもね。違う違う違う。違う、あ、まあでもそっか。いちいちなんか。音楽以外のことは周りのメンバーが支えます。ボーカル、はなー。お次は、アンジー。加入して2年、ぐんぐんと成長が止まらない伸びしろガール。古賀さんのね、後を受け継いで熱い精神を持っていたり、私の分までトークが上手くなってくれて頼もしい限りです。頑張れよ。そんなアンジーですが、おバカな部分も健在。最近、親知らずが生えてきそうと言っていたアンジー、ある時、乳歯が生えてくる、乳歯が生えてくるというので、アンジー、いくら若いからといってさすがに乳歯は生えてこないでしょうと言ったら、乳歯の乳を新しいのニューだと思っていたそうです。腹立つな、なんかやばいね、ニューシーだと思って、ニューシー、しっかりしてるのかしてないのかわからない。マイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1。みんな知ってました。みんな知ってる。マジか。そこでハーフ感出さなくていいから。ニューまた3分の1なんで、ごめんなさい。ハーフなもんで、いきなり英語で普段使わないのに。次はユリー。12周年のこの日に、復帰を果たしました。おかえりファンタジー。おかえりファンタジー。巻き込むなよ。復帰に向けてドラムの練習を頑張っていたり、体力作り頑張っていましたよ。ママドラマーになったということで、これからはユリジュニア、そして私たち大きい子供たちのお世話もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ドラムスユリいっぱいいるんでね、大きいの。いっぱいいますよ。新しい紹介ですね、はい、いっぱいいます。お世話になります。お願いいたします。お願いします。なかなか自我が芽生えてます。よろしく。やばいじゃん。なかなかの一言強くない。今日強いよ、一言が。ツッコミがね、うまいです。さすがやわ。濃いな。お次はオレオ様、はい。最近ガチャピンに対しても、そして自分自身の人生に対しても熱い思いが止めどなく溢れてしまうオレオ様、最近も熱く熱く語っていました。人生どうなるかなんてわからないじゃない、明日はないかもしれない、悔いなく生きたいの、だから私は使う、薬局のポイントカードに貯まったお金15円でもすぐ使うの。やめろよ配信で言うのさ。意外と庶民派。ポイント10倍の日は教えてくれます。キーボードオレオレオナー。バカ面白いじゃん。いや、ポイントマジ本当舐めない方がいいって。わかるでしょ。だってさ、明日は使えないかもしれないんだよ、生きてなかったら。みんなも使おうね、15ポイントでも。みんなも使う。そしてお次はベース。はい、私最後。リーダーとして、この12年間、ガチャピンを引っ張ってきてくれました。古賀さんがリーダーじゃなかったら、12年間続いてないと言っても過言ではありません。
ガチャピンにねついては本当に熱心で、何でも熱心にやるんですが、それ以外のことに関してはプライベートのこと全く無関心、欲もありません。なので古賀さんがたまにこれが食べたいとか、ここに行きたいというと、みんな大丈夫かと心配してしまうんです。言われる。この前はリハーサルで古賀さんが鼻歌を歌っただけなのに、え、今誰歌ったの、古賀さんがのんきに鼻歌なんて歌うはずがないと騒ぎになっていました。私なんであんなにびっくりされるんだろうと思って。いや、ね、焦っちゃうんだよ。なんか曲も曲だったからじゃない。ダースベイダーダースベイダーダースベイダーのテーマをテーマを歌ってなんだろう、初めて、ね、若干重いんだよ、ね。これからは、ね、自分のプライベートも大切に、のんきに鼻歌もたくさん歌ってくださいね。ベース F チョッパー子がーよろしくお願いします。今日強かったな紹介が。しかも覚えてる。うん、今日そ頑張ったです。皆さん忘れちゃいけませんよ、最後は私。出ました、どうぞやってください。座って大丈夫だって。この12年間可愛い担当を貫き通してきました。キャラがぶれたりくじけそうになった時もあったけれど、周りを見渡すとやっぱり私が一番可愛い、まだまだいけると自信を持ってやってくることができました。これからもガチャピンのエンタメ担当をしっかりと担っていきたいと思います。任せてください。ギタートモゾーン、トモさん、トモさん強いぞ、可愛いぞ、可愛い、ありがとうございます。メタルハート、メタルハート、メタルハートで今日も無事終わりました。最強のメンバー、そして最強のガチャマンピンコと、これからもね13年目も、一緒に歩き続けていけたらとても嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。お願いします。